こんにちは。今日はワイヤーでハート型を作っていきたいと思います。ハート型って結構作るのが難しいので、私なりに考えたやり方を紹介したいと思います。よかったら参考にしてみてください。
Thank you.
少し見づらい部分がありましたが、参考にしていただけると嬉しいです。マニキュアを塗ったり、レジンでぷっくりさせたり、いろいろアレンジしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。